アンフィポリスの墓とも呼ばれるカスタの墓は2012年にギリシャ北部の中央マケドニアのアンフィポリス近くのカスタの丘で発見され2014年8月に初めて人が入った古代マケドニアの墓である1964年の発掘により周囲の壁が露出され1970年代のさらなる発掘により他の多くの古代遺跡が発見された発見された この墓は、紀元前4世紀の最後の四半期のもの。これはギリシャで、これまでに発見された中で最大の墓であり、これと比較するとアレクサンドロス大王の父である、ピリッポス2世の墓が小さく見える。発掘チームは、カスタの墓で発掘された調査結果に基づいて、墓はアレクサンドロス大王の名友、ヘファイスティオンに捧げられた記念碑であると主張している。 墓に誰が埋葬されているかは未だ定かではない。墓の規模と建設にかかったであろう莫大な費用から当初はアレクサンドロス大王の墓であろうと推察されていたが発見について発表した宣家によって却下された。歴史的記録はエジプトのアレクサンドリアを大王の最終的な墓所として及ぼしているためである。その代わりに墓の埋葬者はマケドニアの裕福な貴族か マケドニア王室の後期のメンバーであるかもしれないと、そそのかされた。2014年11、5人の核の遺物が、第3室の仮想会にある墓の中から発掘された。埋蔵されている遺体は、60歳以上の女性、35歳から45歳の男性2人、新生児、それにわずか数個の焼却骨片で構成される5人目の遺体である。 遺体の年代測定に関して、さらなる調査が割れている間、遺体をその地域の近隣の墓に埋葬されたものと、ややするために、DNA 交差検査が実施されている。テッサロニキのアリストテレ大学での記者会見で、考古学者のカテリーナ・ペリステリと建築家のミカリス・レファンチスは、墓を、マケドニアの貴族で将軍であり、アレクサンドロス大王の名友であるヘファイスティオンと、 結びつける三つの火の存在を明らかにした。古代ギリシャ語でパイラムダオミクロン、それに隣接して、ヘファイスティオンというモノグラムが火に書かれていた。コスタ・トゥーミラス・アンアンフィパリスロケーションマップコスタ・トゥーミラス・ビューフロム・アンフィパリス1970年代に10メートル幅の建物がドルイチューの上部に見つかり、墓標であったと考えられている。これは、 他の証拠とともに内部の大規模な葬儀施設の可能性を示唆した。墳糾墓はアンフィポリス以前の近くのヒル133集落からの少なくとも70の墓がある初期の墓地を追っていることも発見された。第2の部屋にあるモザイク画と同じシーンの壁画考古学者たちは2014年8月以来カスタの墓で多くの重要な発見をしている。規模の大きさの他にも 専門家は、アレクサンドロス大王の主任設計者であった、ティノクラティスの手によるものであると言っている。発見されたものの一部はすでにアンフィポリス、考古学博物館に移されている。考古学者たちが、これまでに発掘したものは、5人の骨格遺体が、見つかった。若い男性は、治癒していない、おそらく致命的な傷の兆候を示した。骨格遺体の分析は進行中。 発見の大きさに応えて、中央マケドニアの当局は、発掘現場の24時間体制の警備員を要求して許可され、ユネスコの世界遺産リストにカスタの墓を含める続きも開始した。2017年11月、キリシャ文化大臣のリディア・コナーでは、約3年で墓が初に公開されるべきだと発表した。 必要な建設プロジェクトの資金調達は約280万ユーロになる予定。中央マケドニア州が150万ユーロを支出し、欧州連合のインターレグ基金から130万ユーロを調達する。この措置の過程で、後に他の場所でローマ人が使いした墓地の建築材料は元の場所に再建される。作業は2018年または2019年に開始され、 1> 約1年間続く、ライナー国津屋によって設計されたボードゲームアンフィポリスが2015年に発売された。それはカスタの墓の地に基づくものである。ありがとうございます。